はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、こちら五代目江戸さんに来ておりまして、以前ですね、僕の動画で肉の日というね、この五代目江戸さんでやられている1日限定の予約制でお肉のメニューを販売しているということで、前回はパイコーメンと生姜のラーメンですね、これ2種類いただきまして、今回もですね、ありがたいことにお声掛けいただきまして、夏の限定肉の日メニューを本日はいただけるということで、すみません、本日は店主の龍二さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、今回僕がいただくのは、はい、どんな肉の日のメニューになるんですか。今回タコライスです。タコライス。はい。で、はい、うちのお店の、唐揚げなど、まあワンタンの皮など揚げた夏野菜を使ったタコライスになります。うん、じゃあいわゆる通常のタコライスっていう感じではなくて、五代目江戸流のいろんな具材が乗ったタコライスって感じですね。そうです。がっつり系です。一応あの奥にちょっと具材が見えてますけど、はい。はい。ちょっと野菜が。ハム器は？ですか、僕今日。そうですね、この器で考えてます。ちなみに通常の、はい、提供する際のお客様の並盛りっていうのはどのサイズぐらいで提供されるんですか。こちらのサイズになってます。伝わるか、はい、いやめっちゃでかいんだよこれ、はい、じゃあ今回も、はい、やっぱり1キロは超えるぐらいの並盛りで、1キロは超えます。 1.5 ぐらいです。はい、最初の作ってる時にあの総重量が2近くまでいっちゃって、総重量2近くまでいって、はい、でそれをあえて今減らして減らして 1.5 まで。正解です。はい、はい、そこまでなんとか。なるほど。じゃあちょっとぜひあの今日の僕のデカ盛り作っていただいてもよろしいですか。はい、お願いします。はい、そしたらちょっと本日は特別に厨房内入らせていただきまして、はい、デカ盛り作成の風景も撮らさせていただきます。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、これ玉ねぎです。玉ねぎですね、はい、ちょっと少しタコライス決め手ですからね。そうです、ちょっとオリーブオイルでしっとりと弱火で、ちょっと一回この辺で置いて、はい、はい、もう一個の鍋でちょっとチキンピータン切ります。今回は合いびき使っていきます。うわ、ちょっと今回はあんまり細かくせず粗く、結構粗みじんで、はい、粗みじんというか、はい、あんまりいじくらないでいこうかなと思います。うわ、うまそう。でも本当にひき肉っていうよりかほぐしたハンバーグぐらいの、はい、あ、そうです、それぐらいでイメージで考えてます。あのいつも会うときは、はい、お店というかどっちかというと居酒屋ばっかなんで。そうですね、あのやっぱかっこいいですね。いやいやいや、何ですよ。この辺じゃちょっとニンニクを炒めて、ニンニクで、はい、その横であのご飯が少しずつ、はい、ご飯が 1.5 キロです。あ、ちゃんと測ってるんですね。撮影で来るたびに増えましたとしか言われたことないんですけど、今回あのちょっと頑張ってちゃんと測る、はい、測りで行こうと思ってます。で今日はあの予定通りいけるいける、ここまではこの上の具材分かんないけど、ちょっと多分画面越しだと伝わりきれてないと思うんですけど、 1.6 キロぐらいお米あるのにまだまだ、ね、まだまだ、ね、隙間が。でこの辺にちょっと玉ねぎとか入れていきます。合わせる感じですね、はい、じゃあこれ合わせ調味料です。あ、調味料で、はい、うわうまそう。これでちょっと煮詰めていきます。うわうまそう。そしてそのうちにちょっと目玉焼きとか入るんで、この焼いていきます。目玉焼きも入るんですね。目玉焼きのトッピングされてます今回。ちなみにあの今回のデカ盛りは、はい、一応5キロぐらいでとはお伝えしてありますので、はい、後ほど完成した時の重量をね、みんなと確認してみましょう。はい、唐揚げ入れていきます。こっから唐揚げ、はい。あ、それ全部ってことですか。はい、そうです。あ、絶対5じゃないこれ、絶対5じゃないこれ。いやいや、そんなことないです。あ、また煮詰めてくると色変わってきて、はい、そうなんです。香り良くなってきますね。はい、少しずつ煮詰めて、あの赤ワインが入ってるんで、結構赤ワイン、はい、それに煮込んでるんで、ちょっとアルコールもちゃんと飛ばして、一応ちょっとここに揚げていきますね。うわー、いいですね。うん、だいぶいい感じに煮詰まってきました。うわー、はい、うまそう。あー、こんなもんですね。あー、絶対うまいですねこれ。はい、そしたらじゃあトッピングしていきます。お願いします。はい、まずはじゃあひき肉を。あー、絶対おいしいこれ。
絶対うまいやつ。でこれがサルサソースです。あーいいですね。このちょっとデミっぽいというか、そうです、コクが出たソースに、はい、またこのサルサの酸味のあるソース加えて、はい、いやなんか久々ですね、このデカ盛りを2人でトッピングしたいの料理。いやそうですね、なかなかまあ2人でトッピングするってないですからなかなか、はい、なかなか1品を2人でってないですよねないですね、なかなか。でもあと唐揚げと目玉焼きだと もしかしたらもうかなりなんかちょうどいい感じかも。ちょうどいい、そうですね。じゃあチーズいっちゃってください。よいしょ。もうダメですね。まだ具材あるけど、もう来ましたね。最後にサルでお願いします。はい、できました。これで。はい。入ります。本日の重量はですね、これ 5.36 キロですね。300グラムだけ。誤差の範囲ですね。すみません。はい、ありがとうございます。すみません。前回は 1.5 キロ増えてたんで全然誤差です。ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ということで本日いただくこちらタコライス完成しました。総重量はですね 5.3 キロちょいちょいというところで、皆様がですね実際予約していただいて並盛り、いただく際にはですね、並盛りですよ、1.5 キロぐらいに、なるということですけれども、もちろんですね、お持ち帰り等もできますので、皆様で気になる方は予約していただきたいなと思いますけれども、早速ね今回この出来たてのタコライスいただきます。何から行くべきなんだろう。もちろんあのタコライスごと行きたいんですけれども、やっぱりね揚げたての唐揚げはまず一発目からねちょっといただかせていただきます。わかるかな。普段だとまっさらな唐揚げですけど、やっぱり今回タコライスなんでチーズ触れてる部分も一緒に溶けたりとかしてね、めちゃくちゃうまそう。いただきます。うん、まっ。今日もですね、もちろんあのお店さんの方にはお持ち帰り用にね、追加であの注文してありまして、マジでうまいです唐揚げ。五代目さんの唐揚げすっごい大ぶりなんですけど、これリュウジさんちなみに、はい、並盛りだと唐揚げは、4個目玉焼き1つ、はい、おーすげー入ってるな、うん、そろそろせっかくなんでタコライスいきますか。これがですね、先ほども映っていた、まあ、まずチーズにサルサソース、そして炒めていたこの特製のひき肉ですね。ちょっとご飯とご飯が遠いな早速タコライスいただきます。うんまっ。めちゃくちゃうまいです。思ってたよりサルサ辛い、結構辛いですねソース。あでもうまいな。調理工程見てるとソースに対してお肉がねなんか多いなと思ったんで、もっと濃厚なイメージをしたんですけど、やっぱりそのサルサソースのちょっと辛みとか酸味でそこがねいい感じになってまして、なんかねパンチ力あるしこってりはしてんだけどすごい止まらない。後ほどねいろんな具材とトッピングして味変しつつ楽しみたいんですけど、ひとまずねこのベースのタコライスだけがっつり活かしてください。これワンタンの皮めっちゃいいですよ。ワンタンの皮ものすごくいい。普通の揚げたタコスをね散りばめるんじゃなくて、今回はワンタンの皮を使われてるってことなんで、噛んでねお口の中で混ざっていくともちもち感残ってるんですよね。パリパリなんですけど、じゃあちょっとチーズも多めに絡めつつ、この辺りでトッピングですね、トマト、レタス、きゅうりと全部和えながらちょっとさっぱりとね。うまっ。このベースのソースがですね、複数のスパイス使いながら、ま、辛みと香りを出してるみたいでして、いわゆるタコライスのシンプルだけど分かりやすい味というよりかはもう本当にね作り込んだ料理になってるんで、このソースと、ま、生野菜とのねこのハーモニーというか組み合わせがねすごくいいです。この唐揚げ食い切れるかな
一番の難敵は唐揚げですね。うん、うまっ。なかなかな勢いで食ってるつもりですけど減らないですね。減らないな。そしたらそろそろちょっと一旦この辺りでですねトッピングいただいている目玉焼きですね、ちょっとこれをあえつつ、あーうまそう。うめ。やっぱりね、生野菜に関してはこの濃厚なソースをさっぱりさせるんですけど、卵の方はねまたより濃厚なんだけれどもまろやかにしてくれるというか、これ、ね、味変の方向性が全然違うので、一皿でもね2回3回と味変が楽しめてね全然飽きない、飽きないけど重量感すごいわ。満腹感の度合いで言ったら結構数ある料理の中でも高めかもしれない。ということでただいまですね、ちょうどこのデカ盛り半分いただきました。こちらのカメラで分かる通りですね、ご飯の厚みとんでもないことになっております。そしたらねこの辺りでちょっと一旦味変ということで、今回こちらタバスコをいただきました。実際ね販売の際には、提供される前にタバスコをかけるかかけないか、聞くようなスタイルになると思うんですけれども、ちょっと今回僕はね特別にデカすぎるということで、1本いただきました。この辺りでもう半分も過ぎたことですし、辛みを足して、あー味変をね、うわうまいし不思議、ベースのスパイスしっかりあるからタバスコかけてもむしろ甘く感じますね。うん、本当にタバスコが苦手って方でなければ、まあ、ちょいがけというかかけていただく方が僕個人的にはおすすめかもしれないです。すっげーうまい。さらにね、ちょっと卓上のニンニクを追いでかけまして、うん、あニンニクのパンチもやっぱり合うな。ベース入ってますけど、またね追うことによって香りも強くなりますし、うん、ニンニク好きの方であればこの味変もおすすめ。そしてですね、このメニュー、まあ、通常にも販売してるみたいなんですけれども、別途料金いただきますけれども、このトッピングもね、注文できるということで、今これ、マヨネーズをいただきました。今回ねマヨネーズ以外にもこのタコライスに関してはケチャップも追加で注文できるということなんで、欲しい方はねあのお話しいただければと思いますけれども、いやちょっとですねここマヨネーズ、さっきねニンニクもプラスしたのでガツンと一気に、前回の肉の日呼んでいただいた時にも同じだったんですけど、やっぱこの限定メニューって本当にその月の1回限定といいますか、その1回こっきりしか食えないっていうのはすっげえ悲しいぐらい完成度全部高いですもんね。ぜひあの皆さんもあのこの表ねありまして、過去の動画なんかも店内に貼ってありますので参考にしていただいてね、今後も再販する場合この肉の日メニューね食べたいものがあればぜひあのね予約してその都度ね食べに来ていただきたいと思いますけれども、ちなみに全然関係ない話ですけど、あーお腹いっぱいつきた。ということでただいまですね、こちらのデカ盛り
おおよそですけど4分の3完食させていただきました。おおよそですけど皆様が注文される際の並盛りの量 1.5 キロぐらいの量となっております。ちょっとね器が違うので参考になるか分かりませんが、どうでしょうか、食べきれますか、食べきれませんか個人的な見た目で言うと相当でかいと思うちょっとせっかくなので最後マヨネーズをいただいたものの全部とタバスコも追加でかけつつ、りゅうちゃん、はい、お願いがありまして、はい、持ち帰り用に追加で注文した唐揚げの中にこの子たちをちょっと入れといてもらってもよろしいですか苦しくなると判断して、あの唐揚げはしっかりと持ち帰りにしていただきます。残りはね、ちょっと食べちゃいましょう、ね、現在、撮影開始から44分ということでようやくですね、この丼の一番底が見えてきましたそしたら本日ラストの味変、これケチャップですね。あ、うまい、あの知ってるタコライスに近いというか、あの分かりやすいこのトマトとケチャップの酸味が来る感じになって、あ、これはこれでやっぱうまいな、うまいな、うまいけど最初から混ぜるんじゃなくてやっぱりちょっとベース始まってからかけていただいた方がいいかもしれないですね。うん、ということでこちらはですね本日の最後の一口ですね。ごちそうさまでした。はい、ということでですね本日はこちら5代目江戸さんの8月29日に開催する予定の肉の日メニューですね、こちらタコライスを特大サイズでいただきました。何度もねお話はしておりますけれども、通常サイズで約 1.5 キロと、お値段に関しましてはですね当日1500円で販売する予定みたいでして、今回ね僕が撮影させていただいたこの動画、公開と同時にですねお店の公式のツイッターのアカウント等でですね予約を受け付けております。これが食べたいよという方はぜひですねこの機会に、お店の方にね DM をしていただいてこのタコライス食べていただければと思いますし、もちろんですね今回は肉の日メニューの限定のね動画となっておりますけれども、それ以外にもこの5代目江戸さん、僕の動画の中ではねこの通常販売している並盛りメニューなんかも複数食べていろいろ紹介している動画もございます。もちろん限定以外にも美味しい料理たくさんありますので、肉の日をきっかけにですねぜひこの5代目江戸さんにいろいろとね足げく通っていただいて美味しいメニューたくさん食べていただければと思います。はい、ということでそんな感じで本日は終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。